さあ始まりました、 JLPGA オフィシャルチャンネル、ティーチングプロの吉村文江です。はい、じゃあ今回はですね、 JLPGA ティーチングプロシリーズ第8弾ということで、今回も吉村プロにお越しいただいてます。はい、よろしくお願いします。で、今回はまあ今日この狛江スポーツセンターさんにお邪魔してるんですけども、普段やっぱりアマチュアの方ってコーチに習うっていう上達の方法ももちろんあると思うんですけど、やっぱり多くの時間練習に当ててるっていう方も多いと思うんですが、その練習場に来てやっぱりこうどんな練習をするべきかってこう皆さんこう決まってる方もいれば、全く決まってなくてただただ打ちに来るっていう方もいると思うんですけども、ちょっと今日せっかくなので練習場でこんな練習方法をしたらいいよとか、あるいはこんな練習ばっかりしてるともうベストスコアも諦めてくださいみたいな、更新を諦めてくださいみたいな、まあちょっとそんなあのところでいい練習悪い練習みたいなところをちょっと伺いたいんですけども、まずそのダメな練習というか、これはちょっとやらない方がいいんじゃないかなっていうの、どんな練習ですか？もうね、ひたすら打ちまくる。なるほどなるほどなるほど、もうエッジからアイアンドライバーまで、もうなんて言うんでしょう、まあ打ち放題の時とかによくありがちな、はい、1時間で何球打ったか勝負してるかのごとく、ただバン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 打ってしまう、うん、それはもう練習じゃなく運動だと思ってなるほどなるほど、ただただ疲れてるだけ。はい、であともう一個、はい、あまり良くないなと思う練習法は、もうそのナイスショットが出ないといけないような練習、だからナイスショットを打ちに来る練習。あ、なるほど。でプロたちとかは、まあ、上手くなる方っていうのはあくまでもスイング作りをする、でいいスイングができたらナイスショットが出るので、ボールばっかりを追っかけて練習しない。なるほどなるほど。なので今日はここのテーマを自分の中で練習したいぞと思ったら、飛んだ球はあまりどこ行ったか気にせずにそこだけに集中して練習してる方は上手くなります。なるほど。僕ちょっと先日たまたまある練習場に行ってたら、はい、こう2打席前にシン・ジエさんがいて、はい、でちょうど8月の大会の、はい、まあ、多分終わった後だと思うんですけど、はい、日曜日の夜にいらっしゃって、はいはい、ちょっとまあ見てたんですけど、ずっとユーティリティと多分ピッチングぐらいの距離をずっと打たれてて、そういう感じでやっぱりこうテーマを持ってこう取り組んでるんだなってことを思って、そういう感じなんですか？そうです、テーマを持って練習に来てくださいなるほどなるほど。逆にこうダメな方っていうのはそういうテーマがなく、ただ漠然とこう打ちまくるっていう方なんですけど、そのテーマを持つっていう以外に、なんかこういう練習するといいよとか、急に上手くならなくても、うんうん、こう半年1年2年やってれば確実に上手くなるよみたいな、こう秘伝の練習みたいなのはありますか？秘伝とまではいかないんですけど、はい、まあ、ここの練習場だったら70ヤードと90ヤードに看板があったりグリーンがあったり、40ヤードのとこにもあるんですけど、そのグリーンや看板を狙う練習、うんうんうん、でその距離はコースに出ても自分が得意距離となれるように、とにかくその練習場の看板に当てるまで帰らないぞとか。なるほどなるほどなるほど。そういう練習しとくと、コース行った時も練習場の あの距離だって思い出せてうまくいったりするので、うん、まあ、距離感を作るみたいな。そうです、コースをイメージした練習をした方がいいと思います。あの、まあ、こう最近こう屋外の練習場でもこうトップトレーサーとかいろいろこうついてる練習場ってあると思うんですけど、ああいうのもやっぱり有効。有効ですよね、こう距離感を作っていくっていう。 そうですね、でもそこにばっかりやっぱり気になっちゃって、うんうん、肝心要のスイングを自分で気にしなくなって球ばっかり追っかけるのは良くないですよね。はい、例えばその、まあ、普段のこう練習場では、まあ、例えばテーマを持ってやりに来る、じゃあゴルフのそのラウンド前のこう朝の練習、はい、なかなかあそこでこうそんなに打てないと思うんですけど、あそこはじゃあどういうふうにこう活用すればいい？はい、まあ、コースの前の練習場っていうのは大体球24球とかじゃないですか、はいはいはい、でそこで全クラブ打つ必要もないですし、お、あのウォーミングアップという意味の練習でいいと思います。あそこでじゃあもう全部クラブ打ったところで、はい、そんなスコアは変わらない？変わらないしあそこで全体力を使い果たしてしまうような
練習はしなくていいです。あくまでもこれからラウンド行くためのウォーミングアップ、自分に自信を持たせるためのウォーミングアップなので、得意なクラブで、おー、なるほど、なるほど、当たるクラブ持って、はい、よし今日も当たるぞって出た方がいい、よくないですか。で絶対そうですね絶対よくこう3箱ぐらい売ってる方いらっしゃるんですけど、そこでスイングをあれこれ悩んじゃいけません。悩んじゃいけないと思いますね。はい、はい、じゃあ今回はですね、まあ、ちょっとこうレッスンというかこう練習場の使い方というか、あの多分こう全ゴルファーに対象になるようなお話だったと思うので、ちょっとその普段と練習場での軸過ごし方だったり、まあ、ゴルフ場の朝はこう打っちゃいけないという、はいはいはい、そんなところもちょっと伺えたと思うので、やっぱりこのレッスンコンテンツも今回たくさん他にも上がってる、特にこうアドレスがすごい重要ですよとか、こうしっかりこう体との時間差だったり体で回転していくっていうお話だったりとか、もうすごく盛りだくさんで全部こう連動してたので、はいはい、あの全ての回見ていただいて、もっと教えてほしいっていう方は吉村プロに習いに来ていただけたら、はいはい、なかなか予約が取れないプロみたいなんですけども、来ていただけたらと思います。今回も吉村プロありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ゴルフドクター松尾 TV にも出演していますので、よかったら見てみてくださいね。